今夜は東京は渋谷にやってまいりました。渋谷編ということで、渋谷で3人の方と激辛勝負していきたいかなと思います。この渋谷でどんな戦いが待ってるか楽しみでございます。早速行きましょう。すいません、今ちょっと激辛対決で僕より早く食べたら1万円差し上げるという企画でちょっと YouTube 撮ってるんですけど、飲食代はこちらで持ちますんで、僕より食べられたらまあラッキーみたいな感じで、もう1万円ですよね。なんで損はないんですけど。あ、いいっすよ。マジっすか。はい、ありがとうございます。お名前は拓也。拓也さんで、はい、ご年齢とかは20、もう次で4です。24歳。はい、お仕事何やられてるんですか。あ、なんか営業やってます。あ、営業で。不動産とかです。どういった理由で渋谷来られたんですか。あ、まあ、ちょっと遊び来てます。あ、クラブとかですか。あ、そうです。今まで食べた辛い料理、一番辛かった料理って何ですか。モンコタメのカップラーメンですか。あ、カップラーメン、はい、美味しかった辛い料理って何ですか。そのモンコタメのやつですか。あ、そうなんですか。仮に拓也さんが僕に勝って1万円もらったら何に使いますか。まあ、ちょっと遊びに使わせてもらいます。この後のクラブの軍資金にしていただければと思います。あ、そうですね、はい、頑張っていただいて、ぜひ。はい、ありがとうございます。本日の試合会場こちらになります。金田丸ということで、ちょっとね、私もここ初めて、撮影に行くんですけど、どうやらね、ここにね、辛いラーメンがあるらしいんで、早速中入っていきましょうか。これですね。あれ、そうです。激辛特丸。激辛特丸ってあるじゃないですか。これ、辛さ増しみたいなのできるんですか。トッピング。あ、トッピング。はい、拓也さん来ました。こちらが、はい、激辛特丸、辛さ増しでございます。超辛そうですね。どうですか、食べれそうですか。あ、でもやるからには勝ちたいですね、はい、おー、楽しみでございます。3、2、1、いただきます。しょっぱそうですね。うわー、麺が真っ赤か。どうですか。辛い、辛い、やばいですか。今までで一番手強いかもしれない。いや、きついですね。やばいです。急にスピードダウンしましたけど、ちょっと様子がおかしいですね。うん、やばいです。ギブス。ギブスか。食べれないもん。はい。お腹痛くなってきました。超辛いです。序盤は結構ズバズバ食べてましたけども。最初はいけそうでした。途中から口が痛くなったり。なりましたね。お腹もちょっと痛いですか。痛いです。拓也さん残念。1万円ゲットならず。もう食べない。はい。きっとお腹が。これ食べ切ったら1万円ですよって言ったら、これ食べ切ります。あ、でも多分めっちゃ時間かかっちゃうと思います。ちなみに今まで食べた辛い料理の中で何番目に辛いですか。
ですか。いや、一番辛かった。一番あんま食べないんで。おお、一番いただきました、はい、金田丸さんの激辛特盛でこれ。大丈夫ですか、お腹は。やばいです。痛い。大丈夫ですか、この後く遊びに行きますけど。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、じゃあ、竹さん、ありがとうございました。ご協力ください。お大事に。ありがとうございます。出直してこい。1万円、これ知ってくれないですか。あ、欲しい。お仕事されてるんですか。深木公式、ハーフ。余裕っすね。見せてやりましょう。